こんにちは。こんにちは。はい。もうね、どんどんいきますよ。どん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 いくんですよ。このシリーズですよね。で、今日ご紹介するのは、まあ、見るからにですけど、オーラビーズの2223のシングレットなんですよ。はい。ね、シングレットってわかります？なんだか。ノースリーブ。そうそうそう。あのね、微妙に違いがあって、ノースリーブっていうのは、こういう四角い、これラグランっていうんだけど、セットアップをこうやって切ったやつのこと。はい。まっすぐ。わかる？形が。はい。こういうのをノースリーブって言うんだよね。シングレットって、こうちょっとえぐれてる。うん。あ、はい。わかる？はい。そうそうそう。そのことなの？そうそうそう。ノースリーブってのは本当にスリーブがないだけだから。あ、そっか。あ、そういうこと。ね。はい。なんですよ。で、この、まあ今回シングレットなんです。で、トレーニングシングレットっていうからには、やっぱ、言ってないね。ごめんなさい。ただのシングレット。ただのシングレットでございます。では、俺はほら、もっとこちらのシングレットバージョンかなと思ったわけ。はい。なんでかっていうと、この穴とか開いてない？この開いてます。だから結構、トレーニング寄り、はい、なんですよ。なんです。で、ほら、当然ね、これからあるじゃないですか。何があって言いましたっけ？7月8日。菅平。そうだよ！そこは何だっけ？何の国なんだっけ？夢の国です。夢の国なんだよ。はい、夢の国に行くと、夢の国行ったことあります？私ないんです。あ、あります。ごめんなさい。嘘です。あります。どういうこと？行く？ある。今年行く？あ、行かないんだっけ？はい。いいんですよ、いいんですよ。あのね、いやいや、最近はですね、男女問わずですね、もうかなり皆さんが行っていたんですよ、菅平に。コロナでですね、最近2年間ぐらいのあんまり来なかったんですけど、はい、今年はですよ、もう全力投球ですよ。もうすごい、ここだけの話、すごいことになってる。7月の下旬ぐらいの22、23、24とかだったかな、そこぐらいの週末のところの問い合わせがもうパンクしたの。ええ、でもうみんなそこでなんか大会とか高校セブンス大会とかバンバンあって、みんな行きたいんだけど、もう使えなくても電話出ると、もし7月あないです、22日ですよね、はいって、みんな、そこ、みんなもう難民になるらしくて、取れないなって。そう。まあでも、そこがですよ、僕がですよ。ここだけの話ですよ。僕の知り合いのね、中学生のチームが入りたいっていうから。はい、裏のパワーはないんだよ、ないの。もう、ごめんね、ある、ない、あ、分かった、ありがとうね。って、ごめんねって、電話しても、電話がですよ、電話を。やりま、もう聞きまくってたら、あるところで一つだけ、まさかの。ないんだよ本当に、ね、菅平で宿取るってマジで大変だからね、マジな話で。だからそれぐらい、いやそんな去年一昨年なんかもういつでもどうぞみたいな感じだったわけ、はいはい、全然すっかがんだったから、もう今年はそれぐらい来てますよと。だから皆さんも今年はね、ちゃんと感染対策ちゃんとされて全然来てください、はい、うちのお店もそれなりにドーンと、はい、バーンって言いますね。はい、何の話ですか。あ、だからそこにね、多いんです来てる人が。菅平の清掃っていうのは、清掃ってわかるね。わかります、わかります。予想ね。わかりますよ。うん、それはもうこれです。はい。わかりますね。シングレットを着ないといけない、あそこは。いけない。いけないぐらいのレベルなんですよ。まあまあ、それがね、入ってきたと。で、まあこれのトレーニングはついてないけど、シングレットバージョンですよ、2223ね。で、色なんて言いましたっけ、これ。あ、これないよ。ここだけあった。はい。フレンチブルー。そうなんですよ。フレンチブルーなんですよね。で、前言いましたね。ピンクのあやねんって何ですかこれ。もう触れちゃいけない、触れちゃいけないはずだったんだよ、はい、はずだったところに、ええ、ここで回答、つまり俺言ってるね、タグが全てを語るんだよ。タグ見てね、みんな、ついに来た、はい、カラー番号700番、はい、ベアリーローズ。わかんねえんだよ、ベアリーローズ。どういうこと？クマとバラ？え？クマ？あ、ごめんなさいごめんなさい。ベアリー、ごめんなさい。ベアリー、どうじゃん。スパイだ。あ、まあいい、忘れましょうね。まさかだけど、クマ？ベア、あ、ベアリーローズ。なんでクマがピンクって。絶対違うだろう。ごめんなさい、ごめんなさい。ベアリーローズって言うんですよね。どういうこと？バラ？バラってこと？バラってピンクだっけ？赤。だよね、はい、ですね、お客様相談センターの番号書いてますからね。はい、そういうところですよ。私は分からない。分からないけど、ベアリーローズっていうカラーらしいっていうことは分かった。ついに。このピンクがベアリーローズだってことは分かったよね。って言うってことは分かった。つまり、アシックスさんは一番目立つカラーだけここに書いて、サブカラーは書かないんだね。そういうことですね。そういうことだよ。だから、これはあのフレンチブルーです、はい、多分これもフレンチブルーって書いてあると思うよ、はい、多分ね、なんだって、うん、
ベアリーローズ。ちょっとこれ覚えられない可能性も高いな。まあいっか、ベアリーローズで。でね、もう一個気づいたことあるんですよ。これ全く同じなんですよ、生地が。へー。あの前と後ろのこのメッシュ感、はい、同じなんですよね。まあ色もちょっと違いますけど。でね、これがね、7000、いいですか、これが7050円なんですよ、はい、7150円、え、7150円でございます、税込み価格ね。こちらいくらだと思います？うーん、どれくらいだと思います？これが7150円だったらこれはいくらですか？6000。お、いいね。いくら？500円。ちょっと、まあ、近い近いっていうか惜しい、いい感じ。要はまあ安いってイメージは分かるじゃん、はい、これより安い、はい、なんでって言ったらやっぱ腕がないから。そう、布がないからって話じゃんなわけじゃん。腕ないよ、腕で、腕がないからなんだよ、この部分なんだよな。それがじゃあいくらぐらいなんやって時だよ。それが6050円ってことで、つまり1100円ですよ。あ、消費税込みは1100円なんで550円ですこの袖が550、これ550円で作られてるわけですね、ここが詰まるところ、はい、そういうことじゃないだろうとそういう、ただそういう計算も成り立つよねってこと、はい、この袖がなくなったら1100円ですよ、税込みで安くなるってこと。これはもう本当良心的な話ですよね。だどっちがいいかってことです。菅平は1100円安くてシングルと制服なわけじゃない。で1100円あったらケバブ2回食えるからねそれ大事ですよ。菅平においてこの布を、つまりは考えてたよ、ここをケバブに変えたわけケバブケバブだけど、たまにいるわけよ、金持ってるやつは俺なんか日焼けしたくねえしみたいなやつがこれを着るわけよ。ああ、お前ケバブ諦めたの、絶対やつに限ってフルコンボケバブとか食うわけよそういうのを学ぶところが菅平、夢の国なんですよ。いいですね、いろんなプレイヤーがいるわけ。でそこで袖を切り詰めてケバブ食うやつをね、切り詰めないのにもかかわらずもっといいもん食ってるやつとかだみたいなのいっぱいあるわけですよ。それがまた見れると思うと本当にね、皆さんに来ていただきたいんですよ。いいですね、菅平の方の宿は僕はご用命はできないけど、はい、来ていただいたらもうドーンといらっしゃいませですからね。あの、何でもありますから、うちの場合ね、ちょっと覚えててくださいと。で、何の話しましたっけ。そうそうそう、シングレットからね、いろんな話になりましたけども、そうなんです。で、そうそう、これ言わせてほしくないんだけど、実はだよ、これね、あ、やっぱりね、あのね、見づらいと思うんだけど、はい、実はこれ、このフレンチブルーの部分の、やっぱそうだね、肩のこの部分だけ、ここの部分だけちょっと押しで入ってるのよ。ここも入ってるでしょ。はい、模様がちょっとちょっとデザイン入ってるんだよ、この虎柄みたいなやつ。これ多分映ってないかもしれないんだけど、それだけ一応お伝えしとこうかなと思って。このシングルのここにも入ってる。あ、ちょっと見えますね。ちょっと柄っぽくなってるでしょ、はい、それだけちょっとね、あの画像とかじゃ見づらいと思うんで、はい、あのご説明しようと思ってます、はい、大丈夫だよ。 S ね、私これいつも通り S 着てます。で、前も言ったけど、アシックスジャパンに関してはジャパンから入ってきてるけど、サイズ表記これ海外サイズだったんですかね、はい、S、 海外サイズの S なんで日本の M ぐらいっていうことですね。で、私ちょうどいいんで、まあいつも通りって感じですね、選んでいただければと思います。はい、というわけでですね、あのケバブの話に関してはですね、あのそういう話大好きなんで、菅平で僕はケバブ食べたいんでシングルとしますって言ってくれた人にはですね、もう 5% オフって、さらにお前はもうジュースも飲めるぞっつってね、 5% オフですよ、それぐらいのサービスしますよ。そのこれ着て超高いのに食ってるやつはないよ、オフなんだ、オフなんかないよっつって、なんか俺の手書きのサインから食べる、それです。いいですね、はい、そういうお店ですわ、私のお店はそういうことですからねはい、というわけで皆様に会えるのを楽しみにしております、じゃなくてシングレットのご紹介でした